して第10号のスリーラン、流れをぐっと引き寄せる主導権を握るスリーランホームランを放った梶谷の2人がお立ち台に立ちます。さあスタンドの皆様、お待たせいたしました。今日のヒーローは須田投手、そして梶谷選手です。まずは須田投手、大事な大事な試合でした。今ここに立っている心境から教えてください。この間の広島戦なんですけど、自分の、肘の怪我で、投手陣みんなに迷惑をかけて、今日は本当にその迷惑をかけた分しっかり投げようと思って球場に入ってきました。そんな中6回失点、自分ではどのように感じていらっしゃいますか？もう一回行きたかったんですけど、しっかり先発としての仕事は果たせたので、次もしっかり投げれるように準備したいです。しかしやはり今日はですね、雨の中でのピッチングでした。スタンドからはですね、マウンドでどんな風に声が聞こえていましたか？本当に強い雨の中、これだけのファンの方たちが、応援してくれたので、その声が本当に僕の力となって、今日いいピッチングができました。そして須田投手、娘さんが生まれてから連勝になりますね。ご自身の中で何か心の変化などはあったんでしょうか？本当に、娘が生まれてくれて、自分の人生の本当にいいきっかけになったっていうのは本当にあります。これからも、ベイスターズのため、そして、自分の娘のためにこれからも勝っていきたいと思います。ありがとうございます。では梶谷選手にお話を伺いましょう。これでカープに勝ち越し、4カード連続勝ち越しになりました。今の気分から教えてください。やりました。梶谷選手は1点差に迫られた6回、2アウト2、3塁の打席でした。どんな打席で、どんな風に振り返っていますか今？最近ちょっと調子の方があんまり良くなくて打ててなかったんですけど、あんまり考えすぎず思いっきりいけたのが良かったと思います。でもスタンドの皆さんを見ていますよ、今シーズン第10号ホームラン2桁となりました。この2桁ホームランは自分ではどのように感じていらっしゃいますか？いやー、もう自分がただただびっくりで、まさか2桁いくとは思ってなかったんで、とても嬉しいです。さあ今日デーゲームでドラゴンズが敗れ、そして DeNA ベイスターズがカープに勝利し、これで4位タイ、そしてゲーム差は2ゲームとなりました。これからも勝ち続けます。それではスタンドの皆さん、スタンドの皆さんの声を一つだけ私に代弁をさせてください。私たちをクライマックスシリーズに連れて行ってくれますよね？もちろんです。ありがとうございました。今日のヒーローインタビューは須田幸太選手、そして梶谷大輝選手でした。6回を4安打1失点、今シーズン5勝目をマークした須田と、そしてプロ初の終了。